皆さん、こんにちは。水族館マニアです。今日はカップルがデートするのに非常におすすめな水族館3つ激戦したので紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず1つ目ですね。サンシャイン水族館です。東京のビルの高層階にある結構珍しめの水族館で、とにかく水槽が綺麗です。もう外見も中身もあの光をうまく利用してあの綺麗に見せるっていうのに非常に長けた水族館で、それのお手本とも言えるような存在ですね。はい。 でこれクラゲ水槽になっています水クラゲを展示してるだけなんですけど光をうまく利用するだけこんなに星みたいに綺麗な水槽になっています、はい、でこれアマゾンのゾーンですねここもあの上の何て言うんですかね植物と光の使い方がほんと上手ですよね でえー、とサンシャイン水族館、生き物についても結構あのいろんな種類いて僕的にも楽しいんですけど生き物を全然知らないっていう方でもあの綺麗でおしゃれなんで本当に楽しめるスポットかなって思っていますはい、まあ、あの俗に言うインスタ映えするような水族館です、まあ、結構東京の水族館ってそういうの多いんですけどね、はい、でこれも水槽の中身なんですけどめっちゃ凝ってますよね、あのこれ見たとき、本当衝撃でした。 こんなにっっててるる水素あるんやっていう感じでで、はい、つ目ですにふれる、えー、大阪の万博公園にあるおしゃれでゆるい雰囲気の水族館で何々ふれるっていうのをテーマとしていますでえっ、ー、となんで勉強にもなってあのお子さん連れとか結構ファミリーの方が多いようなイメージでしたねでえっ、ー、と珍しい生き物も多いんで僕的にもすごい楽しかったですはいえっ、ー、とこれが何て言うのかな 途中にある地球儀みたいなのが飾ってあるゾーンですね。はい、で、えー、これがあのクラゲだったりとか結構透明系の,あの生物を展示してるようなゾーンでここもすごいおしゃれですよね。なんか美術館みたいになってます。でこれホワイトタイガー展示してるゾーンですね。でここにあのイリエワニだったりとかあとコビとかばミニカバという言い方もするのかな。もう展示して たりとかであの割と動物園みたいな要素も含まれてるんでニフレルは水族館って言っていいのかちょっと微妙なとこですよねあのもっと違う言い方をすると生物を展示してる博物館みたいな生きた生物を展示してる博物館みたいな感じですねはいラストですアアククパーク品川日本を代表する近代的な水族館で、えー、水族館内に遊園地 遊具、ね、があってあのもう水族館っていう枠組みを超えてもはやテーマパークみたいになってますでここもサンシャイン水族館と同じで光のコントラストがあの非常にうまく使われている水族館です、はい、でこれが水族館内にあるメリーゴーランドですね、えー、これ以外にもバイキングっていって振り子みたいに揺れるあのアトラクションがあってあの本当に水族館とは思えない感じになってますでこれクラゲのゾーンでめっちゃインスタ映えしますよねめちゃくちゃ綺麗 なっていますこれはあの写真素人の僕でもこんな感じで撮れます。で、これマンタか南洋マンタかちょっとわからないんですけど、割とマンタを見れる水族館も結構少なくて、東京ではここでしか展示してないんで、ぜひ見に行ってみてほしいです。はい。で、これ割とサンシャイン水族館と似たような、すごい綺麗な水槽ですよね。やっぱ光の使い方が非常に上手なんで、あのめちゃめちゃインスタ映えするんじゃないかなと思います。で、これメインのイルカショープールで、ここであの、 光をうまく利用してショーをしているんでこれもぜひ見てほしいです、はい。まとめです。デートスポットに良い水族館3つ、えー、ごめんなさいサンシャイン水族館に触れるアクアパクシナ川でした、えーと。デートスポットにはもちろんいいんですけどあの女の子同士でインスタ映えするようなところ行きたいっていうのにもすごい向いてる水族館なんでぜひ皆さん行ってみてほしいです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いいたします。